向田邦子に恋して、うわ泣いちゃう初めて向田さんのこういうものを亡くなってから見たことないので。向田さんは何にも言わずに言いたいことを全部伝えるっていう、なんかそこがもう圧倒的にかなわない。今なお支持される向田邦子とは、人々の声から紐解きます。向田さんっていう人を見つけた時に、この人だって初めて思えた。何から何まで好きだし、もう初めて自分の欲望2つで身が裂けるかと思うぐらい、やりたいっていうのと怖いっていうので、人に注ぐこう眼差しの幅の広さみたいなものに、こう読んでいて、あの自分も許されてるような気持ちになるのかなって。向田さんの文章を浴びたい。え、ちょっと待って、貴重ですねそれは。黒柳さんが出演した幻の向田ドラマを発見。おはよう、ペペです。秘められた向田さんのメッセージとは。向田さんに会えたことはね、やっぱり良かったなって。向田邦子に恋して、11月13日夜7時放送。